ロシアにおける仏教黄金の門ロシアの仏教では、ロシア連邦共和国における仏教、特に仏教徒がある、程度多数を占めるといわれる、ブリヤート共和国、トゥバ共和国、カルムイク共和国における仏教について扱う。ロシアの南シベリア地区のブリヤート、トゥバ、ヨーロッパ地区のカルムイクへは、17世紀初頭にチベット仏教のゲルク派が伝えられたもので、 シベットからモンゴルへ伝えられて、そこからロシア領内へ伝わった。カルムイクはヨーロッパで唯一の仏教国でカスピ海の北西岸にある。1887年にはすでに29の仏教関係書籍発行書と多数の打算があった。1741年、エリザベータ女帝の直令によって、 ロシアの公認宗教の一つとされ、さらに1746年にエカテリーナ2世がブリアート仏教徒に最高指導者の選出を許可し、公認宗教としての地位は確立されたと言われる。1887年にはロシア国内にはすでに29の仏教関係書籍発行書と多数の打算があった。しかしながらソビエト連邦時代、特に1930年時代には、 他の宗教に比べても大迫害にあっている。脱案は閉鎖され、多くのラマが退去、あるいは殺害させられている。ソビエト連邦の崩壊の後、仏教のリバイバルが行われた。2016年調査によるロシアの仏教と比率は、次の通り。ブリヤート共和国は、モンゴル系民族の主に、ブリヤート人の国で、首都は、ウランウデである。ウランウデ郊外には、 1945年に建てたイボルギンスキーダァンが仏教の中心になっている。日本の仏教界との関係もある。トゥバはチュルク系民族のトゥバ人で主に構成されていて、首都はクイズイルである。1930年代に破壊されたウストゥーフレー、寺院の再建は2012年に完成している。首都の主要な寺院はチェチェンリングであるが、これに代わる。 新たな寺院の建設が始まっている。シャキュスン・スメ寺院カルムイク共和国は、チュルク系民族のオイラとの公営、カルムイク人が主な国で、首都はエリスタである。キルサン・イルムジーノフ大統領の時代に、仏教は大きな復興を遂げ、エリスタ郊外には、シャキュスン・スメ寺院がある。2004年には、チベットのダライラマ14世が、カルムイク共和国を訪問している。 当時ロシア帝国の首都であったサンクトペテルブルクには1900年にアグワンドルジェフが許可を得てダライラマ十三世により資金を提供されて1909から1913年にグンゼチョイネーガツァンが建設された現在の首都のモスクワには全道場など様々な仏教関係施設があるが2016年には本格的な仏教センターの建設が北東区 オトラードの絵地区で始まっている。ありがとうございます。